の中での落ち着きであったり積極性であったり、まあ、そういったことで解決する部分もあると思うので、まあ、今日そういった一面も見せてほしいですね。選手が追い越していく。さあスペースにパスが通る。ゴール前には桜川、えぐっていく、倒れた。 PK、 千葉 PK 獲得。ここ前半の最後にいい仕掛けしましたね。三木が決めました。千葉先制。落ち着いて三木がゴールネットをいたしました。今シーズン取れないですね。キーパー取れないコースですね、まあ、あの左右のコース、まあ、僕個人的な意見ですけど右にいた方が生きるのかなって気はするので。ああそうですか。さあロングボール、小川を狙ったボールですが、うん、ああボールこぼれている。小川大輝、小川大輝、ね、岩田追いつきました。65分、右に回った小川大輝、ここは貴重な同点ゴールを挙げました。岩田です。重いからのロングボールですね、まあ、少しキーパーにおそらく返そうとしたんでしょうね鈴木は、まあ、それがなかなかキーパーとのコミュニケーションでうまくいかなくて、そこの隙を一瞬でつきましたね。さあボールがルキアンに入った。大森につながって、大森さらにサイドを使う、折り返してルキアン、岩田逆転、試合をひっくり返しました。83分、ここで首位の岩田がリードを奪います。ルキアン2試合連続ゴールで今シーズン15点目。今日もルキアンが取りました。うまくこう自陣からボール運んでいって、最後は大森時間作ったところで高田のオーバーラップ。ルキアン最後長い距離結構走って入ってきてるんじゃないでしょうかね。まあ、最初からあの場所にいればおそらくジェフのディフェンダー陣が3枚誰かがつけたと思うんですけども、後ろから長い距離走り込んで、非常に守備の嫌なとこ嫌なとこに潰しの効く選手なので。今野はボランチに入っています。ですから今野と山本浩介のダブルボランチです。さあここは前線に入る。ルキアンだ、ルキアンだ、ルキアンだ。岩田に3点目、今日2ゴール、ダメ押しのゴール。ルキアンがゴールネットを出しました。ジュビロからするとこの奪ったボールを一気に裏のスペースへ、スペースがあればやはりルキアンはここまで持っていて決める力ありますからね。まあ、ライン翔太からするとちょっと難しいノーチャンスだったかなという感じはしますね。まあ、カウンター決まってしまいましたけども、まあ、これはジェフの方からするとやっぱりどうしても点が取らなきゃ、これ、取れればいけない、勝ち点を取りに行かなければいけないという意味で。ここでタイムアップ、1対3、岩田勝ちました。見事な逆転勝利。岩田は連勝でこれで6試合負けがありません。